4月、5月、6月の公開映画の中から、特におすすめの映画を紹介します。インディ・ージョーンズ以外は見ています。The Whale 4月7日男性はゲイの恋人と一緒になるため家族を捨てました。この男性が昔捨てた娘とつながろうとするお話です。 主演のブレンダーフレイザーがアカデミー主演大優勝を取りましたこの男性は270キロの巨漢でほぼ動けないので室内劇になりますもともとブロードウェイの演劇ですブラックスワンマザーのダーレン・アロノフスキー監督は室内のムードを作るのがうまいです ブレンダー・フレイザーのおかげで好感度は高いですがこの劇中の男性の行動は理解できなかったです。5月5月日。女性指揮者のキャラクタードラマです。この指揮者はレズビアンでパーを利用してセクハラもします。しかし音楽に没頭した天才だと信じられました。 ケイト・ブランシェットが見事にターンになりきりました。デア・ウルビー・ブロッドのダニエル・デイ・ルイスのように怖いけど非常に魅力的な人を作り上げました。今回アカデミー賞でミッシェル・ヨーと競合することになりケイト・ブランシェットにとって不運でした。過去のオスカー受賞者の中でも2人は群を抜いてオスカーに値する演技でした。 また今日のキャンセルカルチャーを初めてちゃんと扱った映画でした。イーオー5月5日イーオーというロバが主人公ですロベル・ブレッソン監督の「バルタザールどこへ行くへ」のオマージュですが全然違う映画になっていますこれはこれで素晴らしいです サーカスのロバが動物保護の名のもとに連れて行かれ、いろいろな人間、いろいろな動物と出会います。馬、野生の動物、牛など、いろいろな動物が人間にいろいろ搾取されているのを見せます。カンヌ映画祭の審査委員賞を取り、アカデミー賞の国際映画賞にノミネートされました。 アルマガドンタイム5月12日公開アンダーカバーアド・アストラなどのジェームス・グレイ監督の自伝的映画です80年代のニューヨークが舞台です11歳のユダヤ人の少年は学校でも反抗的で同じく反抗的な黒人少年と友達になります 2人は悪さをするのですが黒人の男の子は社会が黒人をどう扱うかもうわきまえています一方ユダヤ人の少年は白人として扱われたり少数派として扱われたりします理想通りでない社会で妥協することそれでも理想を失わないことを学びます妥協を学ぶことは大人になることです この過程を描いた映画は他に見たことがないです。心が痛む物語でした。このアルマゲドン・タイムはジェームス・グレイ監督作品の中で一番まとまった傑作と思います。アン・ハザウェイ、アンソニー・ホプキンスが出演しています。After 3、5月26日公開。 11歳の少女はお父さんとトルコのリゾートにバケーションに行きます。お父さんとお母さんは離婚しています。お父さんは子供っぽくって楽しくて頼りになります。このバケーションは2つの視点から語られます。当時の少女が見たお父さんと現在30代の彼女が回想する視点です。 現在の彼女は、お父さんの本当の姿を、思い出の中から探そうとします。この映画は、最初可愛らしく始まって、ノスタルジーやお父さんと娘のつながりが迫ります。しかし、最後はショックを受けました。なんかすごいことを、この映画はしているのではないかと思いました。人の内面を映し出す映画の新しい可能性を感じました。 同時に不思議とショーキングなほど人生の過酷さを感じました。お父さん役のポール・メスカルはアカデミー賞の主演男優賞にノミネートされました監督のシャーロット・ウェルスはスコットランドの監督さんでイギリスのアカデミー賞では監督第1作に挙げる賞を取りました ウーーマントーキントキグ私たちの選択6月2日キリスト教の一派メノナイトのコミュニティでは女性は家畜扱いです学校にも行けず字も読めませんそこで女性が次々レイプされます実際にあった事件に基づいているっていうのが驚きでした女性たち集まってどうしようか話し合います 現状を我慢するか、男性と戦うか、逃げ出すか、宗教家族が絡んできます。会話劇ですが、抑制の状況が伝わるし、スリルがあり、映画的にも工夫されていて、動きと美しさがありました。オールキャストの女優さんたちが上手いし、綺麗です。 ルーニー・マーラー、ジェシー・バークレー、クレア・フォイ、フランシス・マークドーマンドなど出演しています <music> インディアン・ジョーンズと運命のダイヤル六月三十日インディ・ジョーンズの五作目です まだ見ていませんが2023年の娯楽期待作でも喋りましたがとても楽しみにしています監督がスティーブン・スピルバーグからジェームス・マンコールに代わってとても期待していますマンコールド監督はローガンの監督ですとてもうまい監督ですハルソン・フォードも「インディ・ジョーンズ」「4の時より最近の方がす 体の動きと表情がいいと思いますマンゴール監督今回はインディーの老いに向き合っているとおっしゃっています廊下の時もそうでした老いを見せましたまた新しい方向に向かっているとおっしゃっていますから今回はいつもの痛快で楽しいインディン・ジョーンズ以上のものが見れるのではないかと期待しています 今回紹介した映画のレビューも公開と同時にできるだけ配信したいと思います皆様の期待している映画感想もお寄せくださいツイッターの方でレビューしてない新作や日本公開前の新作また私の見ている映画そしてスイスでのブログみたいなこともしていますそちらもご覧になってください